続いては JR 広島駅からです。井上さん。はい、山陽新幹線の改札口に来ています。運行状況ですが、広島発博多方面の最終列車は午後5時20分と発表されていたんですが、停電の影響によりおよそ1時間の遅れが出ています。そして新大阪方面の列車も停電の影響で現在運転を見合わせている状況です。また明日に関しても広島博多間で終日運休を発表しています。広島から新大阪までは本数が大幅に減る予定です。東京へ仕事が優先なんで、仕事終わってもうすぐ帰ろうと思って来たんですけど。博多から移動してきたんですけど、台風の影響でちょっと1日スケジュールを早めて仕事で行くんですけど、だから明日帰ってくるような感じなんですけど、まあ怪しいんでちょっと別の方法考えてます。新幹線とは別に最悪車でかまあ止まるかどっちかですね。はい。一方在来線ですが、現在県内の在来線に遅れや止まっている区間はありません。ただ明日は始発からほぼ全線で運転見合わせとなります。これに伴う代替輸送も行わないということです。改札前で話を聞きますと、明日の仕事が自宅待機になった方や旅行を早めに切り上げた方もいました。皆さん安全な行動をお願いいたします。